日本近畿地方大阪府大阪市中央区安藤寺町,町安藤寺町は大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は安藤寺町1丁目及び安藤寺町2丁目。大阪市中央区の南部に位置する。北は神崎町、12県町、谷町5丁目、龍蔵寺町、西は松山町住吉、松山町、東は上。 町筋を挟んで上町、南は長堀通りを挟んで谷町六丁目及び上本町西一丁目にそれぞれ接する。南北に細長い町域を持つ谷町を途中で分断する町でもある。明治から昭和にかけての文豪、直三35の出身地としても知られ、文学碑が建てられている。現行町名と旧町名で場所が異なる。 日本初期に記述されている安住寺が転化し、安藤寺と呼ばれるようになったとする説があるが、定かではない。安住の市の拠点が上町が一側にあったとも推定される。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪府大阪市中央区の町邸、アザ一覧、人口統計ラボ、2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、2019年10月4日閲覧。AB、安藤寺町の郵便番号、 日本郵便、2019年8月15日閲覧、市外局番の一覧、総務省、2019年6月24日閲覧、安藤寺橋、大阪市、2018年9月18日閲覧、AB、平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと、総務省統計局、 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、アザトウ。総務省統計局。 2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。